古澤拓は、テレビ朝日の社員で、元同局アナウンサー。早稲田大学高等学院を経て、早稲田大学教育学部卒業後、1996年、入社。大学時代は、ヨット部に所属していた。三兄弟の次男。実刑は、音楽ユニットパリマッチ元メンバーの古澤大。実刑は、音楽プロデューサーの古澤拓。 私生活ではバツイチであり、2007年8月28日のアナウンサーズのトップページの垂れ幕にて、同期のアナウンサー、川島敦氏の育児日記パパママボイスの一言で、36歳バツイチに、とって、川島家は時に眩しすぎて、涙がと書かれていた。しかし、ヤジウマプラス2008年1月5日分のブログにて、再婚したことを発表した。 ワールドプロレスリングの実況に、機動戦士、ガンダムのネタを織り込むほどのガンダム好きでもある。2012年7月1日付人事異動で、アナウンス部を離れ、別部署に移動することとなった。アナウンサーとしての最後の仕事は、7月1日に、両国国技館にて開催され、朝日ニュースターで、生中継を行った。 全日本プロレス新日本プロレス創立40周年記念工業のメインイベントの実況アナウンスであった。7月4日に移動先が宣伝部であることを自ら発表している。現在は同局の看板ドラマ、相棒などの宣伝を行っている。いずれも宣伝部に移動いずれもアナウンサー時代に担当。ありがとうございます。